前にも来たけど、すごく雰囲気のいい場所ね。関所というより観光地って感じかも。実際滝目当てに訪れる観光客も多いそうですよ。あ、やっぱり？ルーアン地方ってほんと綺麗な場所が多いよね。あの公爵じゃないけど住んでみたい気はするかな。ええ、そうですね。でもロレントの街も落ち着いていて素敵だと思いますよ。あ、クローゼってロレントに来たことあるんだ。はい、五大都市には一通り行ったことがあります。そうだ、この先にあるツァイス市なんですけど、とても個性的な街でびっくりすると思いますよ。ふーん、そうなんだ。楽しみになってきたわね。よし、それじゃあ関所で通行手続きをしようか。うん、オッケこんにちは。どのようなご用件ですか？ツァイス地方に入るための通行手続きをお願いできますか？ああ、それでしたらこちらのカウンターでどうぞ。ただし通行手続きをしてしまうと関所から出られなくなりますが、それでも構いませんか？うん、お願いしちゃうわ。ではこちらの書類にサインをお願いします。はい、これで OK です。そちらのお嬢さんは通行手続きをされないんですか？あ、私はこちらの方々のお見送りに来ただけなんです。ああ、そういうことですか。カルデア水道の手前までなら見送りをなさって結構ですよ。ありがとうございます。カルデア水道って何？この関所からツァイス市までを結んでいる街道ですよ。カルデア丘陵を貫いている長い地下のトンネル道なんです。へえ、そうなんだ。トンネルの街道か。さすがに通るのは初めてだね。
自然の川じゃなくて水路から落ちてるんだ。確かローチェ水道っていう名前だったかな。中世に作られた水道橋だね。はい、バレリア湖から直接水を運んでいるんですよ。オーブメントもないのによく作れたわよね。それであっちの方が、あれがトンネル道の入り口だね。うん、そろそろお別れね。はい、あのエステルさんたちはこのまま王国を一周するんですよね。ひょっとしたらオートでまたお会いできるかもしれません。え、そうなの？私、女王生誕祭の頃にはオートに戻るつもりなんです。親戚の集まりのようなものに出席しなくてはならないので。女王生誕祭というと確か1ヶ月くらい先だね。確かにその頃にはオートに行ってるかもしれない。あ、じゃあさ、親戚の用事が終わったらオートのギルドに連絡してよ。そうすれば会えると思うから。はい、必ず連絡しますね。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとうございました。お二人がしてくださったこと、私絶対に忘れませんから。やだな、水臭いってば。僕たちも君にはいろいろと世話になったしね。お会いこってことにしようよ。とんでもありません。あの時市長と対決した時、私は偉そうなことを言いました。立場にとらわれている、自分の身が可愛いだけって。でもそれは私も同じだったんです。え？私は逆に自分の立場から逃げようとばかりしていました。孤児院にしても学園にしても、どこか逃げ場にしていたんです。でもそんな私にエステルさんたちは教えてくれました。どんな時でも前向きに進んでいく決意を、大切なものを守る強さを。ありがとう。おかげで私も少しだけ勇気が出せそうです。よくわかんないけど、お役に立てたんだったら私としても嬉しいかな。元気でね、クローゼ。今度はオートで会いましょう。はい、必ず。ジークも一緒にオートで会えるといいわね。で、あんた本当にオートに来るつもり？この辺りに住んでるんじゃないの？ジークは特別ですから、きっと会えると思いますよ。冗談で言ったんだけど。ジークには最後まで驚かされっぱなしだね。それじゃあそろそろ行くとしようか。うん、そうね。エステルさん、ヨシアさん、修行の旅頑張ってください。それからお父様の行方が分かることをお祈りしています。うん、ありがとう。君たちも元気で。うん、そうね、また会えるよね。クローゼ、お待たせしました。ユリアさん、レイストン要塞から戻ったのですね。
ええ、予想以上に時間を取られてしまいました。失礼ながらその件に関してご報告しようと参上した次第です。ありがとう、ご苦労様でした。こら、ジーク、じゃれつくんじゃない。お前、護衛の使命はちゃんと果たしているのだろうな。ジークにはいつも世話になっていますね、ジーク。まったく調子のいいやつだ。街道の外れにアルセイユを止めています。報告の方はそちらで。わかりました。学園生活もしばらくお休みですね。オートに戻る前に先生たちに挨拶しなくては。エステルさん、ヨシアさん、お二人に負けないよう私精一杯頑張りますね。ヨシア。いや、誰かが来たような気配がして。へえ、私たちの他にこんなところを通る人がいるんだ。誰も来ないわよ。そうだね。ごめん、勘違いだったみたいだ。もうヨシアってばクローゼに未練があるんでしょう。はあ、どうしてそうなるのさ。照れない照れない、お姉さんにはお見通しよ。まあ無理ないわよね。お芝居とはいえキスまでした仲なんだし。え、なんだったら今すぐ戻って声をかければ。いい返事聞けると思うわよ。もしかして今まで気づいていなかったとか。え、気づいてないって何が。だからラストのシーン、あれは振りだよ振り。うまく角度をずらしてしたように見せただけなんだけど。君って本当にそそっかしいな。台本の注釈のところにもちゃんと書いてあっただろう。あ、そっか、そうだったんだ。私ってばどうしてこんなにホッとしてんのよ。あのエステル、ひょっとして具合でも悪い？大丈夫だってば。それじゃあとっととサイスに出発しましょう。こっちはまた許可証を取らない限りこちら側からは出られないよ。
調子が悪いみたいだね。オーグメントの動力は時間が経てば自然に補充されるから心配はないと思うけど。
帰ってけよ。
帰ってけよ。誰か来るみたいだね。あ、やあ、こんにちは。どうしたの？そんなに急いで。あ、はい、こんにちは。あの、お姉さんたち、この道を通ってきたんですか？うん、そうだけど。あの、だったら途中に消えた照明を見ませんでした？トンネルの壁についている照明のことなんですけど。消えた照明は見かけなかったわね。ピカピカ派手に点灯してるやつなら見かけたけど。川を二つ越えたところだね。それです。やっぱり思った通りだよ。すみません、サイス氏の子かな。変わった格好をしてたね。ずいぶん慌てていたけど。なんか気になるわね。ねえヨシア、ちょっと追いかけてみない？そう言うと思ったよ。確かに女の子を一人で行かせるのは危険そうだからね。ついて行った方が良さそうだ。うん、急いで追いかけましょう。
うりゃあ！え？あ、さっきの話はあとあと。いいから下がってて。とりあえずこいつらを追っ払うからね。しないわよ。魔獣を挑発するなんて危ないことしちゃダメじゃない。あ、でもでも放っておいたら照明が壊されちゃうと思って。そういえばどうしてあの魔獣たち消えた照明に群がってたのかな。前に街道灯を交換した時にも同じようなことがあっただろう。オーブメントの中にある七曜石の回路は魔獣の好物だからね。だから街道灯には魔獣除けの機能がついてるんだけど、その機能が切れたら逆に狙われやすいってわけさ。あ、なるほど。でもそれにしたって無茶するにも程があるわよ。大怪我したら危ないでしょ。まあまあそのくらいで。第一無茶するなとか君が言っても説得力ないしね。そこ水をささないの。まあいいや。私エステルっていうの。僕はヨシュア。二人ともギルドに所属している遊撃士なんだ。してるんだ。それじゃあティータちゃん、サイスに戻るんだったら私たちと一緒に行かない？そうだね。また魔獣が出たら大変だし。あ、本当ですか？ありがとうございます。ちょっとだけ待ってもらってもいいですか？あの照明を修理しちゃいますから。あ、確かにこのまま放っておくのは危なそうだもんね。でもどうしてここの照明が切れそうだなんて分かったの？あ、端末のデータベースを調べていたら偶然見つけて。手違いで整備不良だったものがそのまま設置されたみたいなんです。なるほど。早く見つかってよかったね。端末？データベース？
があの中央工房で見習いをしてるだけはあるね。大したことはしてないです。コーツの接続不良を直して動力圧を調整しただけですから。ん？なんか十分大したことのように聞こえちゃうんですけど。そんなことないですよ。ですね、分かりやすく説明すると、オーブメントの内部にはストップ。説明はまたにして、そろそろ出発したいかな。こんなところで立ち話もなんだし。あ、それもそうですね。ちょっと残念ですけど。はあ。それじゃあ改めてサイスに向かうとしようか。オッケー。はい。Thank you.
終点ってことはここがサイス市の入り口かな。はい、そうです。正確には中央工房の地下区画に出るんですけど。そっか、あの有名な中央工房。工房都市サイスが誇るオーブメント技術の殿堂だね。随分大きな建物だって聞いたことがあるけど。それはもうとにかく大きいです。初めて来るお客さんなんか迷子になっちゃうくらいです。へえ、そりゃまた大したもんね。ちゃんとギルドまで行けるか心配になってきたわ。とりあえず1階に上がれば町の方に出る玄関があるんです。私、お姉さんたちを案内します。ありがとう、よろしくね。それじゃあ中に入ろうか。